高井岳は、福岡県浮橋と大分県日田市との境にある、標高404.5メートルの山である。戦国時代には、高井武木、または、高賀竹城と記録にある城塞があった。現在、ここには、テレビ放送の西日田中継局がある。高井岳は、大友氏支配下の文護国日田から、隣の筑護国門中女子の領地を望む地に位置する。 高井武木の位置については、北軍史に、後継学、西の方反復にありとある。北軍内の歴史書、豊か西木には、高井岩機海,海を地位のことと題して、以下のように記されている。秋月氏に降伏した、門中女地下のは、同盟関係にあった大友氏との手切れに臨むべく、北軍へ攻め入った。第一の攻略対象となったのが、 文語国と地区語国の国境に位置する場所に築かれた高井武器であった。高井学には清浪を備えた城があり、城磐を中屯させていた。この時の城磐は、北八奉行の一人、筒見江知前守の弟、筒見平衛門城であった。寄せての門中女性と合戦となり、平衛門城は、大手付近で門中諸勢大将の石井クランドと、差し違えて討ち死に、 城は陥落し、領内北軍石井里に侵入を許したが、高瀬、下野守の軍勢が駆けつけて、門中女勢を撃退した。地上デジタルテレビジョン放送地上アナログテレビジョン、放送、大倉和一編、豊か西木大倉三行堂、1955年、北市立単僧図書館像。ありがとうございます。